はいどうも、翔平 TV です。本日は翔平ズ VS ディッカーズさんとのハイライトをお届けします。ディッカーズさんは走れ大井チャンネルさん、そしてナオピーチャンネルさんが所属するチームでございます。はい、ピッチャーは剛腕元山さんです。まず最初、大井くんはですねセカンドゴロで打ち取ります。本日の元山さん、マックス135キロ、素晴らしいボールを投げておりました。そして2番バッターフォアボール、そしてバッター3番の植木、向こう図の植木です。はい、そしてランナー走って盗塁成功、キャッチャー桑原送球取れました。そしてこちら高い球ですね、素晴らしい力のある球ですね。そして、こちらキャッチャーフライでキャッチャーが取る、はい、アウト。桑原ナイスキャッチです。そして4番バッター、はい、こちらセンター前、こちらはいセンターの松井がですねホームさそうと思ったところを放逸してしまいまして、ランナーは帰り、バタランナーは三塁まで進みました。まあ、刺す気持ちがあるのはすごいね、いいと思うんですけどね、バウンドをね合わせてしっかり取んなきゃならないですね。そしてここでバッター雄たけびスイングのナオピーチャンネル、ここでまさかの元山くんのナイスボールで、はい、三振に切ります。そして翔平ズセンターの松井くんです。お名返上といきますか。はい、そしてこのピッチャーが素晴らしい、まっすぐも変化球も素晴らしいボールを投げます。まるでねピッチャーは沖縄の島袋投手みたいな感じですね。素晴らしい、もう全然打てませんね、本当に140キロいくんじゃねえかっていうぐらいの素晴らしいボール、投げっぷりも素晴らしいんでね。そしてこれサードゴロでアウトとなります。はい、そしてバッターは小木にきさん、さあどうだ、はいスライダーですかね、ストライクとなります。投げっぷりがねすごいんでね、分かりづらいですよね。ここですね、ちょっと遅めのスライダーかな、チェンジアップかな、素晴らしい。そしてこれインコースのストレートですけど、こう角度がすごいんでね、はいこちら、はい真ん中高めのボールですね。こちらファーストが取ってアウト、チェンジとなります。そして2回も引き続き元山さんがピッチャー、はい変化球でストライク、スライダーですかね。さあまっすぐか、はいこちらもスライダーですね、インスラで三振、素晴らしい。そしてお次こちら、めちゃめちゃ今シュートしましたね、はいまっすぐナイスボール、ボールとなります。そしてこちら、はい、こちらねまっすぐがね抜けてしまいましてデッドボールとなってしまいました。そしてお次のバッターは、はいインコース低めのまっすぐで三振となります。ナイスボール、はいこちら球まっすぐですね、いい球です。はいこちら、これは盗塁アウトとなりましてチェンジとなりました。そして翔平ズの攻撃は4番翔平がです。ユニフォームがねリッカーズさんと似ております。初球何で来るか、はいこちらまっすぐでした。そしてお次、このねこのチェンジアップでねやべえなと、インスラ低めを意識してます。はいここでまさかの高めのボールが来てね、サードゴロ大井くんにさばかれました。はいそして5番の田島さんです。はい外から来るスライダーでストライク、
はい、もう一度ストライク、スライダーですね。そしてこちら同じボール、ピッチャーゴロでアウトとなりまして、ツーアウト。そして6番バッターはユサさんです。絆グローブ代表ですね。はい、こちらまた低めのね、いいボールをね、ファールボール。そしてはい、高めのストライク、ファールボール。そして追い込まれて、はい、こちらチェンジアップですかね、ギリギリ食らいつきます。そしてまっすぐ、まっすぐね、ビタビタで三振となりまして、三者凡退となります。はい、本山さん3イニング目。はい、高めのストライク、空振り。そしてはい、こちらまっすぐストライク。さあ、もう一度まっすぐ高め。はい、こちらサードゴロでバーナーとなります。そしてお次、スライダーでピッチャーゴロ、アウトとなりまして、早々ツーアウトとなります。そして2巡目、走れ大井チャンネルの対決です。6月8日の誕生日、26歳になった大井くん。はい、スライダー、インスラですね、ストライクとなります。はい、そしてインコースのストレート、大井くんの受け方がね、びっくりですね。はい、そしてこちらスライダー、落ちるスライダーですね。選球眼が本当にいいですね。はい、こちらストライクとなります。インスラ、ナイスボールすぎる。そしてインコースまっすぐ、はい、ギリギリね、当てましたね、大井くん。こちらね、最後スライダー、カーブですかね、抜けてまして、フォアボール。そして次のバッター、はい、盗塁をする。しかし三振となりまして、チェンジとなります。そしてバッターはクリッチ。さあ、今年からね、社会人になりましたクリッチ。はい、しかし三振となりまして、ワンアウト。そして富塚さん、はい、こちらどうだ。はい、ショートゴロでアウトとなります。そして9番の本山さん、ピッチャー本山さん、本山さんもピッチャー攻略できず、次回後半戦お届けします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそう、多いと思うんだよね。で、しかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、で、また1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常に動画から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。Thank you.
切るのさ磨き